皆さんこんばんは、はらぺこです。2月25日も夜11時半ぐらいです。あのですね、今日ね、ちょっと掃除してね、模様替えしまして、ヤモリのね、隠れるスペースを作りました。今ね、太郎がちょうど気に入ってくれてね、丸太洗ってね、消毒もした丸太の上で、本当に今ピカピカの状態の丸太の上で太郎ちゃんが休憩してますね。ヤモちゃんがね、皆さんまた脱皮してるんですよね。これ脱皮中のこの尻尾見えますかね。今日ね、頭のね、覆面レスラーのなんか脱げかけたね、覆面みたいな頭の部分取ってあげたんですけど、また床に潜っちゃったんですよ。潜っちゃったんで、まあちょうどいいやということでね、ここ今までヤモリの住処になってたところを、丸太の蓋を開けたら、まあやっぱね、カビが生えてました。で、洗ったんですけど、これ今ね、カビ生えてない綺麗な方上に向けたんですけど、この逆が、まあ今見えないですけど、カビたんでね、もうピカピカに磨き上げて、まあでも色は取れませんね、根がもうついちゃってて、まあでもね、殺菌消毒、熱消毒もして、はい、でここもね、消毒して拭いて、ざっと掃除してね、もうちょっと水こぼれちゃってますけどね、カエルがお風呂入って、まあ新たに、はい、ヤモリもね、暮らしやすい、ちょっと今フラッシュ焚いてるので見えるかもしれない。ああ、見えそうで見えないんですよね、これ。ちょっと待ってくださいね。見えるかな、見えるかな、見えんかな、見えないですね。ちょっと話してみようかな。あ、皆さん見えないんですよね。いや、もちゃん住んでくれよ。皮めくってあげたいけどな、ヤモリは逃げちゃうからね。あれ、なんかワニが噛みつつるみたいになったんだ、これ。今日はね、ヤモリがね、頭をね、この木にゴシゴシ擦ってました。脱皮してると言って皮をね、岩とかね、こう木に擦って取るんですよね、ヤモリは。まあ一番いいのはこのやっぱり、この木がね、肌を痛めずに、やれそうな気がするんでね、出てきてほしいですね。お、あの、さっき逃げとったな、わし見とったんだぞ。あんた、さっき逃げとんのわし見とったって。おい、あんた、さっき水槽の外に出とったやろ。世界一かわいヤマガエルか。見とったよ、見とるで、わしはちゃんと。おい、な、怒らんでね、大丈夫やって。怒っとんじゃないんだよ。嫌だな、この子は。おお、喧嘩すんだよ。あ、あの子怒った、おしっこ飛ばした。明日野菜やるでな、餌は明日な。指噛んじゃいかんよ、餌と間違えてよく噛むで。餌は明日やで。ああ、もうそろそろ多分こいつ年しいなーって多分思ってる頃でもやめと、嫌われたくないんでね、ごめんね。まあ水も張り替えたし、まあもう12時前なんでね、腹ペコは寝ますね。皆さん、タロちゃん背中に数字の6出とんな今。ういタロちゃん、タロちゃん背中に、あ、夜はね、こうやって元気でね、まあ、ちょっと触っただけでね、敏感に動いちゃうんですよね。タロちゃん背中にね、
関数字の6出とるなっつったの。ピッ、太郎ちゃん、お、もういいわ太郎。掃除したら気持ちいいですね、この水槽がね。あの匂いとかもね取れますしね、そういう消毒とかざっとして、うん、太郎ちゃんもうすぐね床が土に変わるかもしれんよ。で前から気になったんです実は、あの高さがねあってね、こっからね太郎がねピョンと飛び降りると石なんでベタって言ってね、太郎痛くないかなと思ってね。皆様ご視聴ありがとうございました。